全国ポピュラーステージ吹奏楽コンクール全国大会は東京都で毎年11月または12月に開催されている日本の吹奏楽の大会他のコンクール等で培った成果をもとにその発表の機会を増やすとともにクラシック音楽や吹奏楽オリジナル楽曲にとらわれず積極的にマーチやポピュラー音楽も吹奏楽で楽しんでほしいという願いをもとに 本大会が行われる。2015年に、まずは高校生の大会からスタートし、翌年の2016年から中学生の大会も開始された。将来的には、2日開催、地区予選大会の開催、大学、職場、一般などの吹奏楽団体へと部門の輪を広げるなど、生涯教育の一環としての吹奏楽、音楽教育の向上を期としている。 演奏者にとっても、一般聴衆も楽しめるコンテストを目指し、その活動によって、吹奏楽人口の増加や一般聴衆への認知、普及を図ることが本大会の目的である。当該全国大会には予選を通過した団体が出演し、演奏団体に対して、優勝、準優勝、第3位という形で表彰されるほか、審査員特別賞、 ベストプレイヤー等の表彰が加わることがある。2020年はコロナ禍での開催となったためフェスティバル形式での開催となった。全国大会会場の昭和女子大学瞳記念行動。ありがとうございます。